久保さん、パン屋さんプロデュースいいんじゃないですか。今回、いつかは会社にしましょうか。<laughs> いつかは会社 <laughs> 昔、僕のあの、ベンツね、あの、いまだにベンツあんま好きじゃないんですけど、なんかベンツ乗ってる人見ると憧れてるというか、なんか、くそと思ってたんですけど、今、逆の立場になりましたね。BM 乗ってまして、<笑> BMW <laughs>、会社 そうだから前のなんかその車でドライブしてたらおじさんに声かけられて「君は仕事何,何の仕事してるんだい?」みたいな「やっぱ IT 警戒?」みたいな「すごいね最近の若外子は」みたいなね「これいくらなの?」みたいなね1 <laughs> 回声かけられましたあの BM でもそう逆にその多分もしかしたらその人にその GTR でだと声 GTR ってマニアックなんでマニアックな人からするとわーってなるかもしれないですけどまあ一般的にはああいう車の方が分かりやすいんじゃないかなとは思うんですけど、うん、まあねあのい、ー、まだにやっぱ思うんですよねあのなんか乗ってると「俺こんな車乗ってんだな」みたいな。 うんなんかね、僕んちは貧乏だでしたから、ずっと軽自動車でね、まあ、これでしたよね、パワーウィンドもなくて、なんか友達のその、なんか車とかね、なんかリモコン抱いてね、すげえなとかね、なんか羨ましいなと思ってましたけど、そう、自分も会社乗ってるし、その親父、そう、親父めっちゃ乗ってるんですよね、BM。 そう親父にも BM プレゼントしてなんか人生ってなんかいろいろあるなと思いましたね <laughs> もうほんとね親父すげえ喜んでますよなんかもうめちゃめちゃ乗ってますねしかもめちゃめちゃ乗れる理由としてはガソリン代と高速代僕持ちなんでカードを渡してねそのクレジットカードもセルフバッグで僕が作った三井住友のカードなんですけど そのカードを渡して <laughs> それでなんだえー、ガソリン代入れてもらってだからまあただですよね全部車もただ車検もただタイヤもただ、えー、整備費整備もただガソリンもただ高速代もただそれは乗り回せますよね <laughs> だから死ぬ前までにねいい思い出あのー、まあ車で死なないでねとか言っておきます言ってますけども <laughs> まあ結構いろんなとこ行って思い出作ってくれてるんでまあかったなと思いますねうんそうだからまあね会社に憧れててなんかベンツに憧れててなんか嫉妬してた人生もあれば今は自分も会社に乗って親にも会社をプレゼントしてなんか <laughs> インターネットありがとうですよねネットなかったら僕こんな無理でしたから だから選べるんですよ、うん、選べるんだけど選ばなければえら、あのー、ずっと選べないってことですよね。うん、まあそれはねやったことがないことは勇気いるかもしれないしなんかいろいろわかんないこともたくさんあると思うんですけど僕はまあネットを使うべきだと思いますけどね。うん まあ今度 YouTube の商品売るんですけど、YouTube なんか絶対やった方がいいと思うんですよ。絶対マストでも100%、まあ時間を増やしたい、お金を稼ぎたいんだったら絶対やるべきです。と僕は思いますけどね。だって久保さんも YouTube やってなかったら稼げてないでしょ。まあサイトアフリエイトっていうのもあったんですけど、そっか塾売るのに多分基本 YouTube だったと思うんですよね。あのなんかあの、 これはセールス動画ですみたいなセールス動画あの速か塾 1, 1億ぐらい売った時でしたっけで着金ベースだと1000万ぐらいかあのー、なんか1月なんか,たなんか対談したような気がするんですけどあのセールス動画3000回回るっていうね <laughs> あれすごかったっすよね多分今はもう多分久保さんセールス動画3000回,回すって多分できないと思うんですけど <laughs> あれのトレンドに乗ったと思うんですけどすごいあれはねボテ哲ルやった や,やりよったなと思いますけどね。そう <laughs> YouTube なかったらねあんな売り上げ出てないですからね、うん。やりましょう。いってらっしゃい。